エンジョイチャット、ようこそエンジョイチャットへ。チャットルームを選択してください。パスワードを入力してください。
こそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来をつむぐヒューマンネットワーク、上白エンタープライズが運営しております。
どもアッキーのでていうか私シラミネノキアじゃな遅いよこんな危ない場所でブルーボックスはまだ来てないのかってふん来てますよ来てますちょ信じられますあいつさ俺ちょい幽霊探してくるわとかとか言って一人でどっか行っちゃったんだよあいつそういうとこあんだよね自己中的なイケメンだからって大体何白い少年の幽霊噂になっていうか電脳空間で幽霊なんて非科学的だし意味わかんないし怖くともなんとも恨めしやドアショーちょ、ビビりすぎだってのなんだ新たじゃんただのたくチキンのくせに行きがってこんなとこまでのこんうわそのこんなとこに置き去りにしたのはああうっせうっせつーか初めてだよなこっさなだ新ただまちょ自己紹介もう分かっちゃってると思うけどこれがブルーボックスの中の人だよなんかイメージ違くない？あっちだといい感じに私もこっちで初めて会った時マジビビった不愛想だし自己中だし目つき悪いしほらイケメンの無駄づくアホは放置で頼むわでオタクを待っている間にこの俺らを呼びつけたナビット君がいないかと思ってえ幽霊探してたんじゃないのまそのついでにな結局それどころか一っ子一人いねいくらクーロンが危険エリアでもハッカーの一人や二人はやあやあお待たせナビット君だよ集まってくれた良い子の君たちにこれは世界を変える力だよハッキングだ俺たち全員ハッキングされているチッ俺のゴールを簡単に突破しやがったいやデジ最近ハッカーたちの間に出回っているハッねえデジモンってああオタクが興味し特定のデータデジタルあやっぱデジモンってデジタルモンスターの略らしいぜええデジモンってハッカーが使うヤバいプログラムなんだよねじゃあそう言えなくもないかもまいいじゃん別にやめとけプログラムにプロテクトがかかっ何逃がすかちょ、アラタ私、帰るからこれさっきまでなかったじゃんどうこれもハッカーの仕業先へ進めってことYou
どうした？まるで僕そっくりの幽霊を見たって。それならその幽霊は僕かも。この世のものではないと。真相は僕がただ安心するといい。僕は幽霊じゃない。このエデンにちゃんと実在しているよ。君のような迷い子を見て、君はハッカーの証であるプログラムデジモンキャプチャーを手に入れたばかり。いわばハッカーの、ここにはさまざまな目的を持ったハッカーがセキュリティホールを見つけて報告する持続的なもの。他人の本当にいろいろだ。君はどんなハッカー？その様子だとひな鳥どころかハッカーを目指すか他の何者かになるか。だが経緯はどうは、君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、その結果デジモンキャプチャーを手にした。だったら試してみると、デジモンと呼ばれるプログラムの驚くべき力、それでいい。では未来のハッカーのたる君に記念すべき、ほら君、
用意したデジモンに逃げられない。デジモンならいくらでもいい。しかし驚いたよ。このエリア程度の低いハッカーが悪ふざけで話したか、あるいは追いかける、いやあれはなんだっけ。君は物好きだな。だが単なるプログラム同士の小競り合いに首を突っ込んでる。それなりに物好きでお人よしなんだ。まあ君は何もただ見ていればいい。どうやら君と一緒に戦うつもりらしい。随分と手順は狂ったな。